神岡さんにはきっと無理です。それは今は言えません。神岡さん、待ってください。何もかも忘れて眠りにつくのと、すべてを知って後悔するのとでは、どちらがいいと思いますか？答えてください。どっちか一つを選んで。まだここにいます。生活科の実習でクッキーの、よかったら食べて。ところで話って何？どうして？
何かしら。原因は自然現象だったということ？きっと全然違うわ。仮にあの彼岸花が神岡君の言うような性質のある花粉をまく新種だったとしてもよ、たった一輪しか咲いていないのにそれほどの花粉を飛ばすかしら。第一、なぜ被害者は放課後にしか出ていないの？蛇口に花粉が付着していたら、体育の授業の後にでもそれを飲んでしまった生徒の一人や二人いてもいいはずよ。そもそも、そんな少量で効果を発揮するほどのものなら、風に吹かれただけでもっと大きな被害が出ているわよ。私も神岡君が言っていた気になる彼岸花っていうのを調べてみたの。私植物にはあまり詳しくないんだけど、見たところ図鑑に載っている彼岸花と変わりないわ。ただ一点気になるのは色ね。調べた限りどんな図鑑を見てもあの彼岸花みたいな色のものは載っていなかったわ。花の色ってそう簡単に突然変異を起こして変わるものじゃないのよ。まだ情報が少なすぎて何とも言えないわね。でも事件の発生時間から言って人為的な気がするわ。事件は全て校舎内で発生してるわ。しかも森本君を除いて全て放課後に起きている。さらに今のところ事件発生の瞬間、つまり被害者が実際に倒れたところの目撃証言はないわ。森本君だって授業時間の50分の間いつまで意識があって、いつから意識不明になったのかわからないわよね。この事件が病気や自然現象を原因とするものだったら、発生する場所や時間が限定されるとは考えにくいわ。それに、いいえ、なんでもないの。ところで神岡くん、明日の日曜日は暇？ちょっと付き合ってほしいところがあるの。ここ、学校。
神岡さん。別に。あの犬を見ていただけです。神岡さんは犬好きですか？大好物ですか？いただきます。ありがとう。大切にします。大切にします。私も帰ります。
事件はほとんど放課後に起きていて、被害者は今のところソフトボール顧問の山崎先生を含め全て運動部の関係者だわ。日曜日って放課後の延長みたいなもので、一日中たくさんの運動部員が活動しているわけでしょ。だったら同じように一日中事件が発生する可能性があるわ。私たちも一日張り込んでいれば事件に遭遇する確率が高くなるはずよ。